ここまでがガイドになりました。テレワークという単語を使っているけれども、その実態はコミュニケーションをどうするのかという問題だということが一番お伝えしたかったことです。では、ウェブ会議を始めるにあたって、具体論に入ってまいりましょう。冒頭で申し上げましたように、在宅で他の人と連絡を取るだけと考えましたらですね、電話やメールで十分じゃないのというのは、思ってらっしゃる方多いと思いますし、実際そうだと思います。なぜ今日のような、テレワーク、ウェブ会議、そういったお話が出てくるんだと思いますでしょうか。具体的にこういった課題があると思ってください。例えば、社員の方がどなたか一人在宅ワークをされているという状況を皆さんイメージしてください。まずですね、会議というもの、必ず困ります。要はですね、何人か集めて議論したい。社長がいて、部長がいて、課長がいて、担当の方がいて、何か4人で決めなきゃいけない。この時に皆さん電話でどうやりますか ?4 人と繋ぐことできないですよね。キャッチボールをせざるを得ません。そうなると、電話というのはあくまで1対1の道具なんだということがわかります。これが電話の問題ですね。で、2つ目がですね、メールだと流れてしまうというのがありますね。例えば、今まで口頭で済んでたものを皆さんメールで置き換えてみてください。何本も何本もメールが走りますよね。どの件の返事が来たのか、どこが決定されたのか、何が決まってないのかというのが非常に分かりにくい。これがメールの問題点です。で、3つ目非常に重要だと思うんですが、これだけ IT が発達した今の時代ですらですね、やはり対面でのコミュニケーションに血の通った肉声、表情っていうのはものすごく大事です。だからこそ、表情が見えないとこんな問題が起こってるとも聞きます。今までは表情を見ながら話せてたのに、在宅で、顔を合わせないことによって、その雑談が減ってしまうと。そうすると、コンフリクト、対立やイライラが溜まってしまうということもあったりします。それはそうですよね。今までみんなでやってたことを一人で8時間やるわけですから、それは非常に辛いものになります。書いてある通り、表情が伝わらないこと、そして意図、背景が伝わらないというのは非常に苦しいところです。だからこそコミュニケーションの解決として、テレワークの体制では必ず皆さん、ウェブ会議をどうするかというのをお話しされます。なので、会議の道具だと思わないでください。ウェブ会議と言いながら、画面、画像を使ってコミュニケーションを複数人でできるツールのことをウェブ会議システムと呼びます。こちらにありますように、例えば、みんなで話せるから物事が早く決まる、進むということもあります。電話だけだと、社長に確認をして、部長に確認をして、キャッチボールして、メールだと3日かかるようなキャッチボールも、実際には、本当はね、30分集まって話せば終わることも結構あります。また、表情や資料が見えるから、ちゃんと伝わると。今まで顔だったりとか資料が見れなかったわけですから、それで進まなかったこともどんどん前に進められるようになります。こういうことができていればですね、コロナ問題が解決した後にサプライチェーンも動き出します。取引先さんも動き出します。動き出した時に、遅れを取らず仕事を継続できるかと。いかにこの期間に準備をするかが大切になってきます。下に書いてありますね。ウェブ会議は単なる電話メールの置き換えではなく、今まで通りのコミュニケーションをどうするかと。ここを解決するものです。実際にこういうことあると思うんですね。メール文化の会社さんだったら、でもそれでも朝の1回と夜1回ぐらいしか見ない方もいると思うんですけど、まあどうしても1日に1回2回しかキャッチボールって起こらないんですよね。そしたら緊急性の高いものは当然流れていきます。しかしですね、ウェブ会議、これは表情も見れれば資料の共有もその場でできますので、情報量が圧倒的に違います。その場で解決すれば当然生産性の高いコミュニケーションできますので、みんなで3日3晩苦労するよりも一度集まってコミュニケーションしようと。このような流れが今求められていることだと思います。ここまでつらつらと申し上げていましたが、少しシステムのお話をさせてください。今回ご説明させていただくのは、いわゆるクラウド型。今朝もですね、NHK で、まあ、契約書のクラウド化って言って、クラウドって単語がしれっとも出てきてましたけれども、クラウド型というもののシステムをご紹介しています。で、なぜクラウド型というのが特徴的かというと、従来はですね、まあ、ちょっとカタカナで難しいんですが、オンプレミス型。もっと簡単に言うと、
CD-ROM をパソコンにインストールしたりして、昔システムとかソフトで使ってたと思うんですけど、そういったものが従来の、まあ、インストール型と呼ばれているシステムでした。当然ですね、特定のパソコンにインストールしているわけですから、そのパソコンでしか作業ができません。またその特定のパソコンインストールされた、例えばウェブ会議だろうが会計システムだろうと、入れていると、まあ、従業員みんなに入れなきゃいけないので、まあ、在宅をするぞと、リモートするぞってなった時に、一人一台にこうシステムをセットアップしなきゃいけない。一番最後に複数人に同時に利用ができないので、当然ですよね。一台のパソコンを使ってたら、ちょっと貸してよ。別のウェブ会議で使いたいからっていうのはできませんので、まあ、複数人で使おうという時に非常に難しいという形になります。ただしですね、現在、まあ、スマートフォンが普及して、技術革新をした結果、こちらのクラウド型というシステムが、非常に増えてきています。これは何かというとですね、まあ、こちらのパソコンの中にいちいちですね、システムをインストールするという形ではなくてですね、クラウド、雲ですので、この中にはシステム入ってなくて、まあ、インターネット上にあるシステムを、使うという形です。まあ、講義、まあ、広く言えばですね、SNS とか、Facebook、Twitter みたいなものも皆さんご利用されるときにですね、別にシステム会社に Facebook 作ってもらいましたって方いらっしゃらないと思うんですね。あくまで、会員登録をしてれば使えるようになると。そういったものが、まあ、クラウド型という特徴。要は資産を持たないでいいようなシステムですね。当然ですね、場所を端末問いませんので、いつでも利用ができます。当然私も今日長野から富山に来てますけども、こちらで仕事ができているのはクラウド型だからですね。で、二つ目がブラウザと呼ばれている、まあインターネットエクスプローラーとか、Google Chrome と呼ばれているものなんですけど、それさえ立ち上げれば利用ができるので、まあいちいちインストールという行為が発生しないのもメリットです。一番最後に複数人で作業できますので、当然、まあ、パソコン貸せよとか、俺が今ウェブ会したいんだというようなことなく、みんなでウェブ会議ができるようになるというメリットがあります。大前提のデモンストレーション前のお話は、このスライドを最後にしたいと思うんですが、皆さんに一つ問いかけをしたいなと思います。コロナウイルスの問題ですけども、例えば3ヶ月後に解決するって分かっていたら、今日のセミナー無意味かというと、そうではないと思うんですね。こちらを見ていただくとわかるんですけど、まあ、皆さん覚えてるかなと思うんですが、昨年ですね、僕のいた長野県上田市会社があるところなんですが、台風の被害、まあ、千曲川が氾濫しまして、実際に業務が止まった会社さんいっぱいいました。私の知り合いでもですね、まあ、会社のマイナンバーカードが、預かってたマイナンバー情報が川に流れてしまった方ですとか、非常にたくさんの方が被害に受けました。で数年前は私が生まれが広島県なんですけど、西日本豪雨というのがありまして、実際にその時にたくさんの企業さんの、会社のデータ、顧客データが流れたと聞いています。これはですね、コロナウイルス対策ではなくてですね、災害対策と捉えていただきたいと思っています。明日、というか今年もう一度何かしらの災害が富山県に来たとして、会社に何かしらの理由でいられない、データが会社にしか存在しないというのは非常にリスクな時代になってきています。今回、テレワーク、ウェブ会議というインフラさえ整えておけば、大雪豪雪で出社ができない時に従業員の安否確認を取ることもできると思いますし、災害に対策する、もっと言えば、商売が中断せずに続けられるためには、こういう取り組みが必要であるということを申し上げたいなと思っています。つまりは今回の取り組みというのは全く無駄にならない、価値のある取り組みだと考えています。